目黒区は東京都の区部南西部に位置する特別区。2005年の夜間人口は24万8749人であるが、区外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの区内に昼間残留する人口の合計である昼間、人口は27万1320人で昼は夜の1.091倍の人口になる。東京23区の南西部に位置する。 目黒川目黒区内には以下の5つの2級河川がある。池は以下の通りである。区内の町町数は88で、これは東京23区の中で6番目に少ない。目黒区では全域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。目黒区は品川ナンバーを割り当てられている。渋谷区、世田谷区、品川区。 大田区新しく移転した区役所は2000年に経営破綻した旧地代田生命保険本社ビルを区が買収し総合庁舎として回収したもの。旧区役所は床面積の狭さに問題があり移転が課題となっていた。2006年12月頃多数の区議が政務調査費を不正に使用もしくは指摘流用をしていると オンブズマンが主張したことが原因で政治的混乱が起こった。目黒区では行政の単位として地区、住区という地域単位を設定している。住区、住区住民会議目黒区では住民の利便性を図り地域ごとの特色ある街づくりを支援するため独自の行政上の単位として小学校の通学区域を基本とした十二の熟区を設定している。熟区は 住人の生活に最も密着した地域社会が形成されるような地域単位であると想定され、区の地域政策の基本単位である。各住区には住区センターが設置され、住民の交流活動や学校外教育活動の場として利用されてきた。また、各住区では、個人、町会、自治会、PTA、商店会、社会教育関係団体等により、 住区住民会議という組織が作られ、住区の問題に対して対応するようになっている。もともと各住区センターには、住区サービス事務所が設けられ、区が行う行政サービスの一部が受けられるようになっていた。しかし後により広い範囲を基本とした、区サービス事務所が開設されると、行政サービスは、区サービス事務所に移り、現在住区センターは、住区住民会議や、 住民の集会を行う場として使われている。住居センターには、児童館や、老人憩いの場などが併設されている例もある。地区サービス事務所行政の効率化を図り、従来、熟区サービス事務所で提供されてきた行政サービスの範囲を拡大するために、4つの地区サービス事務所が設置されている。地区はその中で生活が充足できるような地域単位として想定され、 住区よりも広い範囲を対象とするような地域政策の単位である。地区サービス事務所では住民票の届出や証明をはじめ各種の基本的な行政サービスを受けることができる。行政サービス窓口地区サービス事務所の窓口業務を保管する存在として特に人の集まる場所などに設置されている。利用できる行政サービスは 特に利用頻度の高い窓口サービスに限られる。2017年の区割り変更に伴い、駒場市の4丁目、青葉台市の4丁目、東山市の3丁目、大橋1.2丁目、上目黒1丁目、上目黒2丁目1の46番、上目黒3丁目、上目黒5丁目、中目黒1の4丁目、三田1.2丁目、目黒1の3丁目、 目黒四4丁目6の11番、下目黒一1から3丁目、下目黒四4丁目1の20番、下目黒五5丁目1の7番、北部地区サービス事務所管内、東部地区サービス事務所管内、中央地区サービス事務所管内の目黒四4丁目6の11番は5区から7区に移行した。京王電鉄、東急電鉄東京地下鉄2013年4月1日以降、23区で、 唯一と A バスが走っていない。高速バス区内には高速バスのターミナルとなる場所はないが、大橋の国道246号沿いに、小田急箱根高速バスの池尻大橋停留所があり、御殿場駅や箱根方面へ行くことが可能。なお、校舎停留所は、世田谷区池尻にある。なお、池尻大橋には、JR バス、関東なども停留所を設けているが、 こちらは校舎専用となっている大学中等教育学校高校専門学校中学小学校ありがとうございます。